していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。だいたい6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。ザ・ニューゲート。シナリオは有名 MMO ゲームのハイプレイヤーだった男が主人公。こいつがなんやかんやあって自分が遊んでた MMO の世界に、自分が作ってたアバターとして転生。そうしたら、そこは N 年後の世界でさらには自分が作ったアバターたちがリアルとして存在してて。さらには主人公は MMO ゲームのラスボス討伐特典として地位とか、ここから自分が作ったアバターとイチャラブしながら、冒険者を始めるというこれぞナロー系統感じの作品。その部分がシナリオにほとんど絡んでこないというか、後半絡むかもしれないんだけど、ただその設定は、すっごく、ナロー系っぽくていいですって部分があるので記載。主人公はソードアートオンラインよろしくログアウトできない MMO の世界でデスゲームをしてた感じで、主人公がそのソードアートオンラインのラスボスをクリアしたことでログアウト機能が解放されて、そのデスゲームに取り残されていた人々はログアウトできたとかそんな感じ。ログアウトしたのは VRMMO じゃなく本物の異世界でした。現実に戻ってもステータスが壊れている件って漫画も、導入はソードアートオンラインだし、ソードアートオンラインってあの当時に MMO デスゲームってジャンルを作ったってだけでも表彰ものだと改めて思う。ソードアートオンライン以降、MMO デスゲームってジャンルが生まれたし、あまたのわっぽいたちに、俺も僕が考えた最強の MMO デスゲーム作りたいぜ。ってタケノコニョキニョキしたので、ガチでゴイスーだと思う。シナリオはチート持ちの主人公が冒険者をたしなみつつを劣影するっていう王道を行くテンプレ作品であり、これ以上何か説明する必要のないくらいのテンプレ作品であり、チャット GPD にお劣影って何？って聞いたらこの漫画のことですって返ってくるくらい本当にテンプレを踏襲している。横島かみさんすぐブレるで、主人公のツッコミ役の兄の特技が、どの料理を作っても普通な味付けの普通な料理しか作れないって才能があるみたいな感じの、優れたテンプレ作品。例えば主人公がハイヒューマンなる謎の世界最強のレア人種であるとか、本当に中二心というか自尊人をこれでも買ってくすぐるいい設定してるし、スルメのような染み渡るいい作品なんだよね。一応メインクエストがあって、主人公が転移した世界はデスゲームのエンディングから500年後の世界って感じで、主人公はいきなり飛ばされた500年の間に何があったのかを探るって感じなんだけど、この漫画のお上手な部分というか職人芸な部分は、そのメインクエスト、全然気にならないです。って感じのクエストが本当に職人芸してて素敵。ブラッド・ピット主演のブレッド・トレインっていう、伊坂幸太郎マリアビートルのスーパーウルトラハリウッドっぽいリメイクというかインスパイア作品があるんだけど、わざとアメリカ人が想像する芸者、藤山、忍者、みたいなテイストで作られたクッソよくできている。クッソ激烈にオシャンな映画があるんだけど、そこで、あるキャラクターが、俺の復讐に至った背景の昔話を聞いてくれよってシーンがあって、それに対して主人公が、いっす、全然興味ないっすって感じの返しが絶妙でクッソ面白かったんだけど、この漫画ってメインストーリーは空白の500年に何があったのかって部分なんだけど、このメインシナリオがものすっごくおまんじゅうの興味の引かない内容というか、この作家の才能だと思うんだけど無味乾燥にできてて本当にゴイスーというか、いやー、この作家ガチですげーわって思うなるシナリオ作るんだよね。めちゃんこ褒めているのぜ。この漫画は本当にテンプレというか中心線から一切逸脱しない、まっすぐ進む美しい作品なので、こればかりはおまんじゅうたちの拙い説明では説明しきれないので、ぜひ読んで体験してほしいのぜ。シナリオが群抜に読みやすいし絵も綺麗、作画もシナリオを読むのを邪魔しないような小回りとかだから、とにかく読みやすすぎて、それも含めてって感じの作品です。断層のパルトナー、平成時代のギャルゲーとかで流行ったジャンルの作品であり、手におわがしっかりできているので、あいすねっとなるにっこりな作品。内容はタイトル通り高校にドイツからのイケメソ留学生が入ってきたがそいつは JK でメインヒロイン。このメインヒロインのクラスメイトでルームメイトの、ぼやーっとした印象のギャルゲーの竿役みたいな男子高校生がメインヒーローというか竿役。メインヒロインはむっつりスケベで性知識ゼロという感じのおぼこなので、ナチュラルに色っぽいことを迫ってくるし、スパイという設定なので強いので、口を開けてピヨピヨ泣く必要すらなく向こうからエロスと武力、問題解決能力を提供してくれるという、読者がただただ一方的に気持ちよくなれる設定をしている部分のシナリオがモルトベーネ。チート持ちの奴らというのは、一切の努力もしない、する気もない奴らがチートをもらって一方的にチヤホヤされたり気持ちよくなる奴らのことです。という感じがよくできている100点満点の2020年っぽいラブコメラッキースケベイ漫画。これは本当によくできてる作品なのぜ。何がモルトベーネかというと、読者に対する心配りとおもてなしが凄まじい。長引くデフレによって、唯一他社との差別化ができてコストのかからないサービスという部分に、ほぼ全社が参戦したことによる過剰にサービス合戦の行き着く先にある、ジパングにおける、金を稼いでいる時は奴隷、金を払っている時には神って感じ、のデフレの究極系みたいな作品。この漫画は、ただ座っているだけで、全部察してくれて、お客さんを皇帝のように接待してくれる過剰なサービスが行き届いた2024年っぽい作品なのぜ。1990年のアニメって、好きなヒロインのために努力するって感じの、自分が頑張って何かをしないと目的が達成できないって感じの作品から、2000年に入って、気に引っかかった風船取ってくれたら好きになってあげる、みたいなちょっとのコストを払えば目的が達成できるって感じに最適化して、最終的に2020年になったら座ってるだけで全部やってくれるという、デフレを感じることができるし、しっかり時代とニーズがわかっている作品です。お手本にしたいくらい時代がわかっている作品なのぜ。モルトベーネなのぜ。強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはお粥を食べようと思います。この漫画のベネな部分は普通に乙女ゲームとして、面白そうなシナリオの空想のゲームを作っている部分や面白そうなタイトル、中盤以降から始まるコメディパートが面白い作品。とりわけ、この手の漫画で何万回と似たテンプレ行動だがなぜお前たちはさっさと逃げない？という部分がベネ。この漫画だけが取り立ててってわけじゃなくて凡庸な大体の作品ってその部分の詰めが甘いくて面白いのぜ。シナリオを書くときに面倒くさいとかわかるのですが、シナリオの強制力とかに逃げないで、その部分をしっかり作るって手間をかけるかどうか？で凡庸なシナリオになるか？別の意味なシナリオになるか？の分岐点になったりします。この漫画は、そういった意味ではシナリオの穴？というかそういった部分がコメディとしてくっそ面白いなこの漫画ってなる感じがいいのぜ。ナロー系ってこういうことが起こる不確実性の高い漫画だから、おまんじゅうたちはナロー系のコミカライズを読むことをやめられないのぜ。シナリオはテンプレな感じで悪楽の限りを尽くす悪役令嬢と、その悪役令嬢に愛想を尽かさずに天使のような慈愛の心で接するメイドの二人が主人公。この、悪役令嬢に虐げられてもしっかり前を向いて前向きに生きるメイドが主人公なのかと思いきや、このメイドがラスボスの複さで、こいつは主人公に連続魔法をかけて、マッチポンプさせることで悲劇のヒロインを演じている腹黒。で、なんやかんやあって偶然連続魔法が切れた主人公の悪役令嬢は思い出した前世の記憶から、自分の世界が、メイドが主人公の略奪系乙女芸の悪役令嬢だと思い出す。ここから体力回復するために、消化の良いお粥を食べて体力回復をしつつ学園編が始まるというシナリオ。ここが、さっさと金品持って逃げろよ、お前元 OL だろってツッコミから始まる部分で、ここから面白くなるのぜ。この漫画は、いわゆるテンプレ通りのクズ性格のかませ犬のヒロインではなく、割としっかりラスボス感出している部分がベネ。で、面白ポイントはここからの主人公の行動で、お前悠長にウォーキングとかお粥食ってる場合じゃねえだろ？命かかってんの2時間の使い方と命に対する執着がくっそ雑い。矛盾している部分が凄まじい感じがベネ。例えば仇討ち娼婦家族惨殺から始まる血の報復ってくっそ面白い漫画があるのですが、で解説しているのぜ。それって、主人公が落ちた娼婦の前半タコ部屋に無理やり押し込まれるって部分があるんだけど、主人公は学がないし、それよりももっと凄惨な体験していたから、そんなもんだって感じで争いようがないわけ。で、そこから、周りの人間の情報を学習することで世界は広いって知って、なんやかんやあって脱出しようって知識を蓄えるんだけど、そんな感じなので、この漫画は読者が、さっさと隙を見てタコ部屋から脱出しろやって思わせない、パーフェキなシナリオの作りをしているわけ。逃げるってことを発明するための基礎知識と、村以外の世界の存在っていう基礎知識がないから、逃げるってスキルを持っていない状態なので、この逃げるって能力を発明するって過程を学がないせいでできませんでしたって部分がグーの根も出ないすっごくリッチなシナリオになっているので。で、この乙女芸の漫画は3ヶ月も準備期間が与えられてて、さらには前世の知識もあるのに学園編が始まるまでほとんど対策らしい対策をしないで、優雅にお粥食ってウォーキングに興じるっていう大変お上品な部分が面白く、なんていうか、この漫画も大抵のナロー系と同じで、死ぬほどの経験を受けて死ぬほど嫌なイベントに、わざわざ殺されに向かうっていう部分が凄まじく、この漫画だけじゃなくて、大抵のコミカライズしない作品ってそんな感じなのぜ。いい顔すなよ。絶対押すなよという感じの手におわができている後半はコメディ漫画、シナリオとしても盛り上げたいからそうしますっていうのだけで、主人公が絶対に逃げられないようにする工夫が全く足りてないから、後半は完全に上島竜兵化した主人公の一人芸をたしなむ漫画として面白い。例えば、問題を解決するために努力したのに、努力が実らなくて悔しいですってシーンが出てくるんだけど、ここのシーンがめちゃくちゃ面白くって、特に何もしてないけど拙者今日もお疲れみたいな感じで笑いのセンスがモルトベーネなのぜ。この主人公は、毎日、ヨガしておかゆ食って飲んでんだらりと勉強してたっていう感じの、出来の悪い大学生のモラトリアムって感じの生活してただけなのぜ。その対比の表現がお上手すぎて、このシーンはお前対して何もやってないやん、って突っ込み待ちのいい感じの作品なのぜ。なんというか、某有名ヴィランさんに言わせると、元おまんじゅうの俺の経験から見てこの手の漫画の主人公に足りないものがあるのぜ。危機感だ、なのぜ。お前もしかしてまだ自分が死なないとでも思っているんじゃないかねのぜ。という感じの凄まじいシナリオの漫画、N 年間植物人間だった人でも、ガチ勢は1ヶ月で補助器具使って歩行できるまで回復できるのぜ。1年間勉強するだけで、医大に入学できるようになったりとか、必死になった人間の能力ってのは、そんなおかゆ食ってヨガやって優雅な大学生活を送ることじゃなくて、必死になるってのはもっと鬼気迫るものなのぜ。脇は食べ物を吐き出そうがい拡張するために食べ続けたし、事故って両手両足を失っちゃったおじさんはノーエクスキューズ言い訳しないってシャツ着て、ムッキムキになるまでトレーニングしたり、必死になるというのはそういう人たちのことを指すのぜ。そういう人たちが、もしも人生でうまくいかなくて、泣いたとしたら、読者に共感を与えるのぜ。なのにこの手の漫画って他の漫画でもそうなんだけど、おエレガントにヨガをしたりウォーキングをしたりするのざますよ。ここがこの漫画の面白い部分で、後半の、毎日1時間しか必死に勉強しなかったけど、学年1位になれなくてスラタンって感じの凄まじく面白いモルトベーネなコメディ漫画。この漫画の場合は、そのシーンを逆手にとって笑いを取りに来るって手法をしてて、そのシーンを読んだ時はうわ、この漫画面白って思いました。前半は乙女ゲームの設定がよくできているなってな感じをたしなみ、後半はツッコミをして欲しそうにネタを振ってくる主人公の凄まじさをたしなむコメディ漫画なので、中盤以降の主人公は、乙女ゲーのシナリオをある程度知ってるし、現代知識もあるのに、それを活かさずに縛ってコメディ漫画に仕上げている、そう面白い漫画なので、とても面白かったです。